んにちは、ヘアメイク禅の田中です。今回の動画では暖かい季節に向けたおでこに張り付かない前髪の三つ編みの作り方を紹介します。まずはじめにブロッキングを取っていきます。前髪の分け目が決まっている人が多いと思いますが、普段の分け目よりも一線広くブロッキングを取って三つ編みにしていきます。上から見るとこのような状態です。では実際に三つ編みを始めていきましょう。スライスは縦に取り、大きく2つの毛束を作ります。2つの毛束を作ったら、外側からクロスさせて表編みの編み方で編んでいきましょう。まずクロスをしたら、次に新しい毛束を取って2つの毛束の真ん中に持ってきます。そしてこの状態から左の毛束を右手に二束一つに持つような感じで持ってきます。こうするとまた三つの束が二つになって、新しい毛束が必要になるので、またブロッキングの部分から新しい毛束を取っていきましょう。そしてあとは同じ手順の繰り返しなのですが、2つの毛束の真ん中に新しい毛束を持ってきます。そして次にまた左に持っている毛束を右手に寄せていきましょう。こうするとまた3つの毛束が2つの毛束に戻ります。この状態でクロスしているところをしっかりと押さえます。しっかりと押さえて、また新しい毛束をブロッキングの範囲の中から真ん中に持ってきましょう。この手順を繰り返して、まずこめかみのあたりまで三つ編みを進めていきます。このままサイドまで編み進めていきますが、頭の丸みが横に入っていくにつれてこういうラインになってくるので、この部分が垂れみやすくなってきます。なので編み進めて頭の丸みに沿わせていくにつれて、少したるみを取って編み進めていきましょう。また前髪は全部編みたいけど顔周りのフェイスラインが出るのは嫌だというお客様も中にはいらっしゃるので、その場合は必要な分量は落としたままで、次の毛束を代わりに下から持ってきて対応するようにしましょう。この毛束はそのままフェイスラインを隠すために使います。その場合こういう新しい2つの毛束になれますが、次のスライスは先ほどまでと同様に新しい部分から真ん中に毛束を持ってくることで編み込みが続けていきます。そろそろピン止めをして固定していきたいところですが、この時に正面を確認して編み目のラインが作りたいラインに沿ってできているかということと、編み目が狭まりすぎてないか、狭まりすぎている場合はこのように少し外側を引っ張って調整をしていきましょう。この調整の仕方で前髪のカーブを自在に作り変えることができます。またこの編み方をすると
裏編みで編んでいって前髪がおでこに汗で張り付いたりということが少なくなってきます。またこの編み方をすると通常編み込み用前髪で作るとおでこに張り付いたり汗で崩れたりしやすいのですが、このようにおでことの間に隙間が作れるので、これからの暖かい汗ばむ季節にも対応できていると思います。ではこれで固定していきます。編み込みのスタイルを作るときに一番注意するのは最後に固定する部分ですが、その固定する部分の作り方によって一日のスタイルの持ちがだいぶ変わってくると思います。一番簡単に強力に固定できるのがこのようなちっちゃい輪ゴムを使ってさらにピンで固定していくやり方だと思います。そのやり方を紹介していきます。編み進んできたこの毛束をそのままゴムで結んでしまってもある程度固定はできるんですが、ピンの止まる土台がなくなってしまうので、ピンとゴムを併用する場合には新しくピンが止まるための土台を確保して編み込みの毛束の部分に足した状態でゴムで固定しましょう。またこのようにゴムを使う場合はピンを止めた後ゴムが隠れるように表面の髪の毛が残るような取り方をしていきます。それではゴムで結んだものをこのベースにピンで固定していきます。この時にまだゴムが頭皮から浮いている状態なので、このゴムの毛束を2つに分けてしっかりと握って左右に開くようにゴムが根元に押し込まれるように引っ張っていきます。うまくゴムが頭皮にくっついた状態で最後にアメリカピンを1本、短い足の方をゴムの中に、長い足の方を頭皮に通すようにして挟みます。この状態でもう一つ注意点があって、ピンが通る先をしっかりと指で押さえながら、ピンは頭皮に対して少し起こしながら打っていくことが大事です。そして最後に先ほどの表面の毛束を上から重ねるとピックを回した後でも自然な仕上がりがキープできます。編み上がりを上から見た状態です。表面の面の部分をもう少しラフに仕上げたい場合には一度スプレーを全体にかけてスプレーで水分を与えます。与えた後に乾きかけの状態でこのように指で溝を作るようになぞってあげると少しラフな仕上がりがあっという間にできるので挑戦してみてください。では全体をチェックしていきましょう。